で、このじゃあステッカーで何かちょっとこれに見合ったもの何かトレードしてもらえればと思うんですけど。ああ、ありがとうございます。ああ、すいません、ありがとうございます。ああ、いいです、いいです、全然。この、かわいいなんですけど、猪苗代って言いまして、はいはいはい、福島のご当地怪獣、非公認ご当地怪獣みたいな感じで。いや、俺ね、これ昭和40年代の本物です。え？わお！昨日このサイズの中央線。いや、これもなかなか、古いんじゃないですか、これも。これしかも、ちゃんと。わお！わらしべ玩具、えぐみの和夫さんから託された一高の中央線のブリキの玩具なんですけれども、こちら大きいんですよね。かなりかさばっているんですけれども、そのままのね、スーパーの袋の梱包の状態でコレクターさんの元へ向かいました。これちょっと持ってきたんですけど、これが一応今ね、わらしべ玩具っていう YouTube の新しい企画が今年からちょっと始まってまして、いろんなおもちゃ屋さんとかコレクターさんのところに行って、まずは1枚の自分のステッカーから始まったんですけど、いろいろ物を交換してもらいながら、こう、まあ、無理なんだろうとかしてるんですけど、で今ねこれ今ね一高さんの中央線のブリキのおもちゃに今変わってるんですよ。これまあそこそこね、昔の当時物で、そうですね、当時物なんですけれども、一応4人目でここまで来たんですよ。こちらもできればこれ自分が今までこうわらしべ玩具で交換してきてもらったものなんですけれども、これを猫の手先さんにぜひなんかこうこれと見合ったものじゃないけど何か交換してもらえないかなという無理難題をちょっとお願いしておきました。これもう本当その方その方の感覚なんで、まあ、できればレトロ玩具系で来てるので、なんかレトロ玩具で何かこれと交換してもらえるものがあればと思うんですけど、また急な無理な難題で申し訳ないんですけど、面白いありがとうございます。あー、何ですかこれ。はい、はー、うん、面白そう。昔のものですよね、これもね。あ、かわいいじゃないですか。ありがとうございます。これいいですか、交換してもらっても。これ回すと、じゃあこの、とりあえずその前に、このじゃあ、地高の、こちらはじゃあ猫の手先さんの方で、何かお役立ていただければと思います。猫の手先さんの方で一応ね、交換していただいたおもちゃはこちらのね、ホラーモンスターっていう箱付きの、こちらね、結構箱もね、サイケデリックでかっこいいっすよね。当時物といった感じの、非常に貴重なこちら多分貯金箱だと思うんですけれども、電池の方はね、ちょっと入ってないので今動かないんですけれども、電池を入れると多分これがね、起きてきて、この、骸骨、このお金をここで引き込んでいくっていう、ちょっと動きました。ちょっと動いてるんですけど、そんな感じのおもちゃだと、おもちゃと言いますか、これ千枚でもいけんのかな、やっぱこれ。これやっといて、その後、まあそういったね、チープガムと言いますか、これも結構、まあ無版権っていう、まあ版権そもそもないんでしょうけど、結構好きですね、この辺のね、やっぱこう、チープな感じが。この絵とかも結構いいじゃないですか、この大根。ドクロの感じと蛇の感じと、いやー、今回ねこちら5人目でね、こういったねおもちゃの方にまた変わってきまして、またねこの辺はね次回のねコレクターさんだったりお店屋さんだったりに持っていって、このねこのシリーズ今後はね楽しみの商品に変わったんじゃないかなと思います。コレクターさんの猫の手先さんからご提供いただいたおもちゃの方はホラーモンスターのコインバンクの方になりました。わらしべ玩具っていう企画をやってるんですよ。で、あちこちのお店とかコレクターさんのところに行って、最初は1枚のこの前私のステッカーからいろんなお店屋さんとかコレクターさんのところを回って、今何かとこれ少しずつ交換してもらってるんですよ。で、先ほどコレクターさんのところからこちらのおもちゃに今変わってるんですけど、これはね結構ねチープガム、昔のね海外の
貯金箱なんですね。これがこうガバーっと出てきて、うん、そのチープガムの今これになってるんですけど、これと昔ね、うん、これと三輪車さんの何かと交換してもらえないかなというこれ企画なんですよ。これは何なんだ結構まあ人それぞれ価値観違うんで、別に何かこれに見合ったものというか何かこう出してもらえ、結構でもね最初一番一時期はね変身サイボーグの初期まで行ったんですよ。初期のサイボーグの裸だったんですけど、それからブリキのバスになって、一光さんのブリキのバス、あ電車か、ブリキの電車になって、あそうですそうです、それになってこれに変わったんですよ。一光さんのこれよりでかい中央、あこれと同じ大きさです、同じ大きさ、中央線のオレンジ色のやつだったんだけど、やっぱ人それぞれ価値観が違うので一応これに今はなってしまったんですけど、何かこれとトレードしてもらえないかなっていう、無理なんだよ急に来て申し訳ないんですけど、これは俺個人で結構好きなんですけど、チープガング好きなんで、はい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 、このここの箱の絵が可愛いですよね。で可愛いですよね、うん、これがブリキがよくありましたよね、はい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 、ブリキでね、ここのコインを、うん、お金をストップガーって取っていくみたいな、あはいはいはい、では結局、うん、これのみたいなもんですよね。あそうでしょうね、あなるほど、うん、そういう系の類のものだと思うんですけど、これと何かを交換していただけないかなという感じで今日仕掛けてきちゃいました。これと、なんだなんだ。もうそれはもうお任せします。なんとも言えないんで、自分からもなんとか催促するわけにもいかないんで、急に来ちゃって申し訳ないんですけど。まあそれがいいのかなって、あまりこう身構えられちゃってご用意されちゃうよりは、その場の雰囲気でこう何か出してもらえたらなっていう感じで、うん、いやいつ来てもすごい物量ですねここは、すごいな、動くんですけど、はい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 、ああいいですよ全然、ああなるほど、あれ動くんですけど、うん、これをね、うん、あの外してるとガーッと動いてるんですよ、うんうん、じゃあはめるとこのフィルムの噛み合いがあるから、うん、これは鉄のアートもなって、うん、くるくるテレビ、あはいはいはい、ほうほう、あいいですいいですか、電池入れると、うん、動いたの動いたの、あいいです、この中の針がね、はい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 、動くんです、でフィルムが見れるってやつですよね、そうそう、このフィルムがこの穴にこのトゲトゲが引っかかるんじゃないですか、うん、あ昔ありましたよね、そうそうそう、だからその辺がどうなってるのか僕分かんないですけど、うんいや何でもあの本当に急に来て、あのおで買ってくもんでもないので文句は言えないので、はい、アトムだし、あはいはい、ありがとうございます、はいはい、これなんです？これ。どれ？これ。これは初期のあのモンスターロボット。初めて見た。前にね、30個ぐらい見てた。これいくらぐらいするんです？それだからほらあの壊れてるんで。うん。あと上に頭のロボットの頭があって。うんうん、あこれ顔違うの？だからその上にね、うん、ロボットがあるじゃないですか。あの復刻版が。こんなね、中がこんな顔だったんだ、それが知らなかったです、口が開いてここにライトが、そういうギミックが入ってるんですね、そうそうそう、面白い、かわいいっすねこれ、いやこれむしろこの側じゃない方が俺好きですよ、この顔が怪獣ってね、いや箱にはね、ロボットの顔が描いてないんですよ、でこの顔のままだったんで、おじさんはその箱の上だけを切って、白い箱に貼って売ってたんです、そうなんだと思ったら後で見つけて、こんなのがあったんですね、はい、ああいいですよ何でも、はい、マンダイ君の買い取りの先生40番でしょ、あちゃ60番か、で未開封です、中は新品ですので、はいはい、これを、はい、5500円が買い取りね、これが、そう問題から、ね、そういうことですよね、いやありがとうございます、はいはい、なんか新品ですか、はい、ありがとうございます、すいません、はい、なんか助かります、
いや少しずつこうやって何かに変わっていくっていうのがね、うん、今回のあれなんですけど、花火とペーパークラッカーと車、これが外勤の望遠鏡みたいな感じなんですよね。だからねこれはね、いや、だと思いますよ。ブリスター入ってればもうどれも高いと思いますよ、この辺のやつは。みんなこのジャンクの裸だからこの値段で買えるけど、はい、三輪車さんに交換してもらったものを改めて見ているんですけれども、こちら元祖スーパーディフォルメガンダムワールドの武者ブラフ60番となっています。こちらね、6人目にしてこれでね、プラモデル関係だと思うんですけれども、年代としてはね結構ね新しめの年代になってしまったんですけれども、まあ、未開封品ということで、こちらねマンダラケさんの買取情報でも結構ね5000円近くの高値がねついていた商品になります。ちょっとね開封の方してみましょう。中の方は未開封品ということなんですけれども、なんかこうやってまだねカタログみたいなものとか、あ、プラモデルがねこんな感じで肉見立てですね。でステッカーなんかもまだこの状態残ってる、完品と言ってもいいのかなと思います。でこちらはなんかチラシのような、当時のチラシですかね。この辺がねガンダムワールド SD ガンダムの最前世紀というのでしょうかね、そういった感じのパンフレットなんかも入っていて、またねこちら多分説明書なのかな、説明書なんかもしっかり残っている状態なんですけれども、まあ、6人目でねこちらのねガンダムワールドの、ね、スーパーディフォルムのプラモデル、こちらの方に変わりました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。